柏原考古学博物館、右折 0.3 キロ。今日はやってないやろ。正月早々やってないね。はいはい、今電話もらったんだけどね、事務天皇陵も回ってくるやで。はいはい、大変なんですよ。簡単に電話かけてくる人は簡単やけど、歩いてどれぐらいかかるかな、400メートルやかな、出たとこから。まだ帰りもそれぐらい歩かないかんねんから大変でございます。はい、わかりました。事務天皇陵行きます。去年は全然来なかったんだけどね。建国記念の日さえね、ほとんど参拝する人いないですもんね。神宮の方ではすごいこと、無料の政府会外戦車がいっぱい止まっとるんだけど、やっぱり誰もいないね。誰も見当たらんね。紀元前で660年ぐらいか。そうしますとね、講義で言うともう2600年以上になってるんやけど、ちょっとおかしいんだけどね。1世紀か2世紀か、その辺じゃないかね。もし実在の方であればね、そんなもん、あんなね、130何歳とかね、すごいんやで、あの頃ね。あら、気は入ってないかね。去年は中入ったんだけどね、今年はどうでございますか。入れませんか。あ、入れるね。以前は、書領部に電話してね、入らせてもらえますか、いうことで、何回か電話したんだけどね、どうぞ勝手にお回りしてくださいって言われたね。かまいませんよって。いちいち、そこ書領部あるんだけどね、行かねえらしいですわ。ほら、誰もいないじゃん。柏原神宮のね、横にあるんやけど、どうです、事務天皇陵でございます。誰もいないでしょう。まあ一人だけね、わしの前歩いてあったね、お母さんいらっしゃるけど、この絵はね、天皇陛下がなんかことあるごとにお参りされる時に中入ってきたんですよ。こうゆっくり歩いてやろう、こうね。そのね、絵はよくテレビで見ましたけど、ほら中入りましたよ。こっち左からか。これはね、200メートルあるんじゃないかね、これ。すごいんでございます。ここから見るとね、その埋葬施設見えないやろ。見えないね、埋葬施設が見えないんだけど、あれもね、天皇陛下が来られた時ずっと開きますね、あそこまでね。何回か見たことあるけど、テレビでね。これは埋葬施設見えへんねんな。はい、ありがとうございます。天皇陵もいっぱい回っとるけど、基本的にね、明治天皇陵とね、ここがやっぱ一番いいかな、天皇陵としては。はい、ありがとうございました。何にも音が聞こえないですね。出ましょうか。はい、ありがとうございました。神武天皇陵でございました。